思ってるんですが、今日紹介するのは照り焼きピザソース、こちらをですね、ちょっとパンに塗ってですね食べてみたいと思います。照り焼きピザソース焼いてもそのままでも美味しいという汁物です。はい、そうしましたらですね、今からちょっとパン塗ってみたいと思います。蓋を開けました。蓋をこう開けるとこんな感じです。では塗っていきたいと思います。ピュ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 、こうボリューミーですね。こうやって塗るとよいしょ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 というようにこうやっていくとですね、ちょっとスプーンでですね、まぶしてとか伸ばしてみました。じゃあこれをですね、そのままトースターの方に入れて、はい、できた模様です。じゃじゃん、よいしょ、こんな感じです。こんな感じで焼き上がりました。よいしょ。はい、そうしましたら、コーラと一緒に食べてみたいと思います。出来上がっております。じゃいただきます。うん、なるほどね。実はここまでやると味が濃いですね。うん、濃いからもうちょっと薄く塗ってもよかったみたいですね。どうですかね、ちょっと微妙ですね、味は。でもなんかこうツルツルがいっぱい入ってる、まあ運命の僕にしてみたらちょっと微妙な味ですね。誰も使うかっていうと、なんか変わらないかも。そういうことだよね。もう食べちゃいますね。はい。うん。ということで、一応、完食でした。ごちそうさまでした。